はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。パワープロアプリやっていきたいと思います。はい、月曜日です。ハッピーマンデーでございます。はい、週末はいかがでしたか？僕はですね、土曜日は、とある K1 選手の、パーティーですかね、に行ってましたね。はい、行ってきました、楽しかった。まあ、まあまあ、いろんな出会いがありいろんな出会いがあり楽しかったです。あるあるだね。はい、私はですね、広島に行ってまいりまして、はい、まあ、あの視聴者の方ともお会いしたという週末でございました。結構ね、動画でもお伝えしたように、あの遠方からも来てくれたりとか、楽しかったよ。いや、いいっすね、なんかそういうの。土日で行ってたんですけど、土曜日の夜に会った方と、はい、あと、まあ日曜日はね、に来てくれた方はちょっと案内もしてもらって。あ、そうなんだ。お好み焼き一緒に食べましたよ。はいはい、おお、いいじゃないですか。広島風お好み焼きってやつね。いいじゃないですか。広島焼きではありません。はい、はい、あれですか、原爆ドームとか、あのあそこの近くの栄えてるところですか？そう。あ、はい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 、やっぱあの辺美味しいお店いっぱいありますもんね。で、まあ私もね、5年ぶりぐらいだったのかな、広島に行ったのは。はい、で、原爆ドームとかもね、あのまた見たりとか、はいはいはい、まあ普通にあの楽しく過ごせましたね。はい、まあお酒ベロンベロンになったりとか、あの他の YouTube チャンネルとかもまあいくつかやってるんだけど、あの全然見れていなくてですね、公開のするタイミングがすごいずれちゃったりとかでね、はい、あの皆さんに本当にご迷惑をおかけいたしましたという感じでございます。はい、ね、あとはイベントも全然できなかったよ。やっぱりできなかった。まあでもよくやったと思いますけどね。まあ順位の方はね、この後2時に発表されるということで、その動画はまた別で、はい、あのお届けしようかなと思いますので、そちらもね、ぜひと楽しみにしてください。はい、はい、では前置きが長くなりました。ハッピーマンデーを引いていきます。これはですね、カズエンド VS トクのコーナーでもやっている一戦でございます。はい、今が私の7勝、トクの8勝で、はい、あの1勝をね、負けております。はい、でこれが10勝になると、なんと SR が出るまで引けるガチャをやらせなきゃいけないということで、ね、はい、ここで追いつきたいです、私。いきます。はい、お願いします。ググった？分かった。ググってないよはい、これは SR も持ってないんじゃないですか。今いないね。いやー、くそー。まあ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 、いろいろありますよ、大変ですよはい、ということでここから特の画面にしたいと思います。はい、はい、続いて特の画面に参りました。はい、私は引けませんでした。特はどうだったの、イベント？チャレスター、イベントはギリギリというか2枚に収まるように調整した感じね。はい、 PR ガチャ券がね、一応1枚でも多くもらえるようにちょこちょこっとやっておりました。いいね、ストーンは貯めている感じね。結構たまりましたよ。あの動画でもお伝えしたんだけど、その広島まで会いに来てくれた方、はいはい、あのほぼ無課金、はいはいはい、課金は一回もしてないですって言って、はい、で、あのチームランクも A だったかな、はい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 、全然なんですよ。でもストーンはね、896個あった。うわ、貯めてんだ。貯めてる。で、いや、どうやったらあのいい選手作れますかねって言われたんだけど、いや、引きましょうっていう。え、SR 何枚持ってたんですかね。何枚持ってたかな。でも、もうリリースからやってるっつったかな。結構持ってたよ。へー、うん、896っすか。で、まあ、900個と仮定して、まあ、6万円分、はいはい、でも6万円分だからねって思って。まあ確かに、で、俺がさ、言ったんだよ、そのユニフォーム今まだ来てるじゃん、はいはい、もうすぐ終わっちゃうけど、はい、でこういうピックアップの時に大体俺の計算で言うと4万円分ね、はい、あのストーンを補充することによって大体1人、はい、SR プラス5にできるんですよ、はいはいはい、っていうことを考えてお伝えしたら、はいはいはい、あ、じゃあ今このタイミングじゃないですねみたいな言ってた。あ、だからパワプロの日まで貯めるらしい。はい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 、そうですね、うん、いや俺もやっぱパワプロの日はもう間違いなく熱いの来ると思ってるんで、うん、頑張って貯めてます。まあ楽しいよね、こうやって貯めるのも。難しいけどね、うん、モチベーションになります、うん、はい、ということでいきます。聞いてください、こういうところで当ててください。大事な3個です。2週連続で、危ない。おお、なぎちゃん、いや、 SR 持ってないんですよ。でもなぎちゃんはね、貯めといたら、まあそうっすね、うん、
あと選手オファーか。はい、うん、来てるもんね。もうやりました。やった。昨日の夜から。そうですよね。はい。まああとはね、直近イベントがどういうものが来るかとか全くちょっとわからないですけど、暁とブレインマッスル高校、この2つで1万点をちょっと目指す動画を上げていきたいななんて思っています。ブレインはまだ出てないんでしたっけ？出てないんだよ。あのこのハイスコアランキングが出るようになってからは出てないのよ。ああそういうことか、そういうことか、うん、それでいうと暁も1回1万とか出てる。1万出てますよ、ね、1000が出てる。出てますよね。じゃあいけそうっすね。いけそうなんだよ。だからまあちょっと集中してねやっていきたいななんて思ってます。ただその時はね3本松イベントがあったりとかなんか いろんなそういうのもあった気がする。あ確かにあれ経験点多分300以上入りますね、うん、確かでかいよね。はい、まあでもちょっと名人目指して頑張ります。頑張ってください。はい、あの動画でも上げていこうと思うんでちょっと応援してください皆さん。はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。